GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。エグザイルナオトです。10エッセンシャルズということで、本日はですね、僕にとってなくてはならない身の回りのアイテム10個紹介させていただきたいと思います。1個目はこちらです。 iPad。 これは本当になくてはならないですね、自分にとって。まあ、これ僕iPad で何をするかというと、ひたすらこれで漫画を読むということで、まあ、ちょっとここに Kindle が入ってるんですけど、まあ、あとはこのジャンプのね、アプリとかが入っていて、でこの Kindle の中にはこうやって自分のお気に入りの漫画がたくさん入ってますね。これをだからこうツアーとかで回って、空き時間もやっぱりたくさんあったりとか、移動時間とかあるので、この iPad で漫画読んで楽しんでいるというか、この Kindle の普及によりですね、全国の漫画好きが喜んでる、全世界のかな、漫画を持ち歩かなくて済むという、ね、最高の時代がやってきましたよ、おかげさまで。ボヤールのバッグはですね、これ以外、まあ、財布もそうですし、ツアーとかに持っていくトランクも持ってるんですけれども、これはですね、なんとニゴさんからいただきまして、オリジナルプリントが入ってるんですね。このトートバッグに対してですね、このオネストボーイって僕 のよく使用させてもらってキャラクター、オネストボーイのキャラクターだったりとか、ニゴさんのやられているヒューマンメイドの、ロゴが入っていて、これが両方にプリントされた世界に一つだけのトートバッグ。これはもう本当に普段使いしまくってますね。ここにこういうのがあって、ミニバッグがついてて、小物入れのここにもちゃんとオネストボーイ4ヒューマンメイドというロゴが入ってるので、そのボヤールとい こう伝統的なブランドにこういう遊びをしてもいいんだっていうのをですね、ニゴさんからこう学んで、使い勝手もいいし、使っててもテンションが上がってくるような一品ですね。こちらはですね、ライカの M10 モノクロームといって、こちらですね、実は ABEX の松浦会長から2年前ぐらいの誕生日の時かな、いただきましてありがとうございます。すごい海外行く機会多いんで、海外で撮ったりとかで、最近気づいたのが、こう自分で撮ってると自分の写真がほとんどないっていうことに気づいて、最近はマネージャーに預けて自分の写真も少しずつ増えてきました。音楽は自分の生活にとって間違いなく欠かせないものなんですけれども、自分の中でのクラシック、小沢健二さんのライフというアルバムなんですけど、これがだから物心ついて音楽に目覚め始めて、まあ小学校だったと思うんですけど、3、4年生ぐらいかな、このアルバムと出会って、その今まで自分の知ってた音楽って学校でやる音楽だったりとか、そういう曲ばっかりだったんですけど、こんなにおしゃれでかっこいい、そしていい曲があるものかと、それを感動したのがこの1枚だったような気がします。去年やったライブの時にご挨拶もさせていただきまして、念願のツーショットを撮ってもらいましたただのファンですね。僕BOSE のノイズキャンセリング機能がついているヘッドホンっていうのを昔から使ってまして、もう20歳ぐらいの時から使ってるかな。初めて出会った時に衝撃を覚えたんですよ。その音の良さと、ノイズキャンセリングって周りの雑音みたいなものが全て消えるんです。防音室に一人でパッと入って、自分の世界の中でその音楽を楽しめる。雑踏のどんな環境にいても、雑踏の中にいても、飛行機の中にいても、すごい雑踏のすごいところでも、自分の世界に一気にこれのノイズキャンセリング機能さえ使えば一気に自分の世界に入れる。まあ、この音楽を聴く環境としては最高ですよね。これはクワイエットコントロール30っていうシリーズなんですけれども、全然動いても全くもってこれが外れることもないですし、だからそういう意味ではパフォーマー向きなイヤホンだと思います。イソップさんのインテンスパルファということで、これ香水ですね。まあ、吹きかける香水と違って、こちらはスティックタイプの、塗る香水なんですけど、香りが自分には香ってないですけど、人に本当にあんまり言われないですね。これマラケシュっていう香りなんですけど、すごいなんていうのかな、ちょっと甘くてエスニックな、甘エスニック、そんなジャンルがあるか分かんないですけど、すごい自分の好きな香りです。続いてのエッセンシャルはこちらです。こちらですね、実は僕がディレクションを務めさせてもらっているスタジオセブンというブランドとニューバランスのコラボの商品で、まあ、2020年4月今月に発売なんですけれど、僕ですね、このニューバランスの靴って
まあ、もちろん存在は昔から知ってましたけど、あんまり正直言うと履く機会がなかったんですけど、2年前ぐらいから突如ハマりまして、でこのね、圧倒的履き心地、なんだかんだ言ってこういつもニューバランスをこう靴箱から選んでしまうようなこんな日々続いてましてですね、まあご縁あってですね、なんとこの度この ML850 っていう形でですね、あのニューバランスさんとコラボさせていただきました。シンプルの中にパステルカラーを差し色として入れたいなっていう話で、でこれちょっと皆さん何の色か分かります？マカロンカラーって自分たちは呼んでるんですけど、ちょっとここにマカロンのキャラクターを置いてですね、ちょっとマカロンみたいな色で構成しました。でいろんな色のアイデアもあって、まあ、ちょっとねそれも本当はもうすごい迷ってどれもやりたいカラーばっかりだったんですけれど、最終的にはこのちょっとマカロンカラーになりましたね。で今回これあのミタスニーカーズとニューバランスとスタジオセブンのトリプルネームのコラボレーションなんで、実はちょっと細部にこだわりがあってですね、インソールもこういう感じになってます。これがこのあのスタジオセブンのコーション柄で、今回はですね普段オレンジなんですけど、このパステルカラーに合わせて水色にして、でこの金網のロゴがミタスニーカーズ、そしてこれがニューバランスのロゴで、こうトリプルネームの唯一無二のインソールになってます。ちょっとそういう細部にもこだわりました。こう念願のこのコラボレーションは自分にとってはもうちょっと今年本当に忘れられない思い出になりそうですね。毎日これはつけてるなっていうアクセサリーを今日はですね紹介させていただきたいと思います。ジェイコブのバングルなんですけれど、これは実はまたニゴさんからプレゼントでもらいまして、ここにですねヒューマンメイドのロゴだったりとかが入っていて、ジェイコブといえばですね、僕らストリートだったりとかヒップホップカルチャー好きにとってはですね憧れのブランドなんですよ。ニゴさんだったりとかたくさんのヒップホップスターたちがですね、このジェイコブのアクセだったり時計をつけてたんですね。で初めてのジェイコブのこのアクセがですね、そのニゴさんからいただくっていう、こう自分にとってはちょっと夢のような話なんですけど、これはもう毎日使ってます。まあ、そんなに時計たくさん持ってるわけじゃないんですけど、これは実は結構思い入れがあって、でエグザイルに入ったのが2009年で11年前なんですね。で僕それまで時計っていうのはあんまりしなかったんですけど、まあ、エグザイル先輩たちがこうやっぱ男1個ぐらいはこう時計持ってるといいよねっていう話になってですね、でその時エグザイル先輩たちがみんなロレックスしてたんですよ。で確かにロレックスってもう時計の中で憧れだし、あんまり詳しくなかった自分でも知ってたブランドなので、これエグザイル入ってまあ記念として一発目時計買おうということで、こちらはですねティファニーの T シリーズのチェーンなんですけれども、本当に肌身離さずつけてますね。これ僕がディレクションさせてもらっているスタジオセブンのサングラスなんですけど、まあ、なんでこれあの目が隠れてないかっていうと、移動だったりとか外歩くときにマスクとかでちょっとねあの顔隠したりとかするときに、これでサングラスまで目隠れてると完全なる不審者じゃないですか。それでハットとかキャップとかかぶったら、だせめてここだけでも開いてた方がいいだろうってことで、僕結構この透けてるサングラスの方が今ちょっと率としては高くて、でこれでまあマスクとかしててもまあなんとかギリギリ不審者じゃないというか、これがもう自分の普段の必需品ですね。アクセの中にこのオネストデリっていうのはですね、去年ガールズドントクライだったりとかで有名なイラストレーターの、あのアーティストベルディとコラボさせてもらったんですけど、まあベルディとはあのプライベートでもあの飯行ったりとか仲良くさせてもらってるんですけど、なんかいつか一緒にやりたいねっていう話をいつもしてて、で僕すごい食べること好きだったんで、なんか食とこうファッションうまくリンクさせたプロジェクトやらないっていうのをこうベルディにあの相談させてもらった時に、まあ、僕よくオネストボーイズっていうグループやったりとか、オネストボーイっていう名前を使ったりとかね、あのオネストって言葉自分にとってはこうよく使う言葉なんで、まあデリ食べ物に関してオネストデリっていう名前をつけて始めたのがこのプロジェクトです。それであのベルディがこの作ってくれたグラフィック、オネストデリっていうロゴと、このオネストデリの頭文字取った HD っていうちょっとドルマークを模したようなロゴ、そしてこのオネストデリのキャラクター、このコック帽にキャップがついてちょっとストリートコックみたいな感じで、これはね本当ベルディと2人で出来上がった時はこれやばいのできたねって言ってね、このキャラクターは2人のめっちゃお気に入りなんで、自分がこれどうやって使ってるかっていうと、玄関にこれ置いてあって、
アクセを外してこうして、で鍵とかもここにポンと、かなり今自分の生活にとっては欠かせないものとなってます。急にでかいの来た。こちらですね、ブルックリンマシンワークスの BMX なんですけど、このブルックリンマシンワークスっていう自転車はニューヨークの、まあ、それこそ名前の通りブルックリンから生まれてる自転車なんですけど、ファレルとか JG とか、あの向こうのヒップホップスターがこの自転車乗ってたりとかして、で自分たちにとってはこう憧れの自転車ブランドで、でこれ原宿のダブルベースっていうところで買ったんですけど、オリジナルカスタムで、このフレームだけをまず最初買って、あとは全部自分でこうダブルベースの人たちに相談していろいろ探して、まああのサドルはじゃあイタリア製がいいんじゃないかとか、ここはどうだどうだって言って、結構この1個の自転車でまあ組み合わせ方で自分の個性も出るし、やっていて楽しいですよね。なんかちょっとその洋服のこうコーディネートを決めるような感覚で、自分の移動手段としても使えるし、ちょっとあの休みの日にリラックスするのになんかこう楽しめるアイテムの1個ですかね。全部のアイテムが自分の中で欠かせないものだし、自分のその普段の生活だったり人生を豊かにしてくれているものばっかりなので、ぜひこれを見て あれ面白そうだなとか、自分も使ってみようかなとか思って、皆さんの人生が少しでも豊かになればと思います。ということで、10エッセンシャルズ、EXILE の直人でした。ありがとうございました。